はい、エンドラボのお時間です。今日もワクワクとクリエイティブをキーワードにソニケア製品のティップスや新機能、近況なんかをお伝えしていこうと思います。で、今日のテーマですが、今日はライブンシリーズのキャリングバッグのサンプルが到着しましたので紹介したいと思います。ではまず開封動画からご覧ください。ライブン8ビットワープスと XFM のキャリングバッグのサンプルが届きました。多分キャリングバッグのサンプル、バン、さあどうだ、おお。では、お、8ビット。質感いいですね。結構質感いいです。ちょっと開けてみますね。あ、こうハンドルもついてますね。で、こう開けてみますと、ジッパーでパカッ。こんな感じになってますね。こっち側が蓋の方で、こっち本体入れる方にはゴムバンドがついてます。でもちろんこのクッションもついてまして、これはもうぴったりライブンシリーズにぴったりくるようになってます。でこのゴムバンドがあれば、蓋がパカッと開いちゃった時にも落っこってきたりしないような風になってます。バッグの蓋の方は見てみますと、ちょっとした収納がついてまして、ケーブル類とか入れられます。でここもちょっとクッション素材になっているので、こう蓋閉めた時にまあ本体が傷ついたりするようなことはないかと思います。でまあ手持ちもできて、でここに肩掛け用のストラップをこういったもんですね、パチンとこうつけることができますので、ちょっとこの肩掛けしたらどんな感じになるのかっていうのをご覧ください。はい、肩掛けもできます。こんな感じで開けると落っこってきません、ゴムバンドがついてるから。で音楽を鳴らしながら音楽を鳴らしながら歩かないか。じゃあ行ってきます、みたいな。はい、いかがだったでしょうか。まあ、実際肩掛けしながら 音鳴らす方は、多くはないかと思いますが、まあたまにはそんなのも楽しいかもしれません。で、こちらの XFM の限定デザインのケースの方なんですけれども、現在 XFM はプレオーダーを募集してまして、現在第1第2ラウンドが終了してファイナルラウンドで、あと残り100セットは、この限定デザインのキャリングバッグが、特典としてついてきますので、ぜひこの機会に、プレオーダーしてください。またですね、キックスターターの時に、ライブン8ビットワープスのベータテストに ご協力いただいた方には、こちらの、8ビットワープスデザインのキャリングバッグを、差し上げますので、楽しみにお待ちください。で、もちろん一般販売も、予定しております。でケース自体はほぼほぼこれでいいと考えてますので、この後量産の方を開始する予定です。まだ多少お時間頂戴しちゃうかもしれませんが、ご了承ください。と、まあこういった感じでエンドラボでは、近況ですとか、製品のティップス情報などを お伝えしていく動画になってます。ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。
リクエストや質問などございましたらコメント欄に記載していただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。